なんだルーシー、まだそんな。もう着替えてる。もちろん分かっている。こういうのはメリハリが大切だ。肝心なものが抜けてる気が。3ヶ月。おお。うん。まあ、熱。よいしょっと。ああ、ありがとう。よし。おお。うわ、まあ。よいしょっと。よいしょっと。
その調子です、ルーシーさん。そして自然といい。レイラ様も同じような特訓をして精霊魔法。ねえ、一なる魔法って聞いた。全ての魔法の始まりの魔法ですね。ハデスが言ってたの、それを手に入れたいって。私、お母さんからその話聞いたことあるんだけど、ゼレフ、それは一見簡単に手に入るようで、とても無理。そして確かに何事に、お母さんは言った。から私は一なる魔法って。とても素晴らしい解釈です。ハデスもそう考えること。もっと強く、もっともっと強く。俺たちのギルドを舐めてる奴らを黙らせてやる。姫、大変です。バルゴ、そういや、かわいそう。いえ、それは大した問題ではないの。なんだと。精霊界にて。よし、任せとけ。行きます。ここの王、お前って言った。いかに精霊界が滅亡の危機って。にか、えへ、なに。ルーシー様たちの帰還を祝して。どう、びっくりした？今回は特に。ふい、なんだ、びっくりさせ。久しぶりだね、みんな。さあ、そう。ありがとう。本当にお前、みんな最高の仲間だ。そういえば一つ、まさかそれってこっちでの夢のような修行。いいえ、逆です。精霊界で。え、終わった。ひげー、時間。今からでも遅くない。エルザの頭にハトが。なになに、なんだよエロ。どうしますか、なんか怪しい。いや、カリュー君。
よし、痛いわよ。アイスメイクカンバーよっしゃ勝った。
来てくれてありがとう、フェアリーって。ジェラール、変わってないな、エルサ。ああ、そんなつもりはなかった。私とメルディでローを破ったの。私は何もしてない、ほとんどウルティア一人で。メルディ、ジュビア、久しぶり。こいつらグリモアの。まあ待て。ええ、私の人生だから。例えばジェラール。いいんだ、俺もお前。ジェラール、お前。はっきりしている。6年前、まだ牢にいる時に記憶が戻った。エルサ、本当に何と言えばいいのか。楽園の塔でのことは私に責任がある。ジェラールは私が操っていたのだから、あまり責めないであげて。俺は牢で一生を終えるか。死刑、それを受け入れていたんだ。ウルティアたちが俺を脱獄させるまではな。それって何か生きる目的ができたってことですか。生きる目的、そんな高尚なものでもないけどな。私たちはギルドを作ったの。正規でもない、闇ギルドでもない、独立ギルド、クリムソルシエル。私たちの目的はただ一つ。ゼルフ、闇ギルド、この世の暗黒を全て払うために結成したギルドだ。二度と俺たちのような闇に取り憑かれた魔導士を生まないように。ああ、それってすごいことよね。評議会で正規ギルドに認めてもらえばいいのに。脱獄犯だぞ。私たち元グリモアハートだし。で、あなたたちを呼んだのは別に自己紹介のためじゃないのよ。大魔党演舞に出場するんだってね。あなたたちに一つ頼みたいことがあるの。毎年開催中に妙な魔力を感じるんだ。その正体を突き止めてほしい。その魔力は邪悪でゼレフに似た何かなんだ。ゼレフに近づきすぎた俺たちだから感知できたのかもしれない。ゼレフ、私たちはその魔力の正体を知りたいの。ゼレフの居場所を突き止める手がかりになるかもしれないしな。もちろん勝敗とは別の話よ。私たちも陰ながらフェアリーテイルを応援してるから、それとなく謎の魔力を探ってほしいの。雲をつかむような話だが受け合おう。いいのか、エルザ。妙な魔力のもとにフィオレ中のギルドが集結してるとあっては私たちも不安だしな。報酬は前払いよ。食費、家賃。いいえ、お金じゃないの。私の進化した時のアークがあなたたちの能力を底上げするわ。え、パワーアップといえば聞こえはいいけど、実際はそうじゃない。魔導士にはその人の魔力の限界値を決める器のようなものがあるの。たとえその器が空っぽになってしまっても、待機中のエーテルナノを体が自動的に摂取してしばらくすればまた器の中は元通りになる。ただ最近の研究で魔導士の持つその器には普段使われていない部分があることが判明した。誰にでもある潜在能力、セカンドオリジン。時のアークがその器を成長させ、セカンドオリジンを使える状態にする。つまり今まで以上に活動時間を増やし、強大な魔力を使えるようになる。おお、全然意味わかんないけど。ただし想像を絶する激痛と戦うことになるわよ。目が怖い。構わねえ、ありがとう、ありがとう。ギアグレイ、天狼。あんたは。ええ、認める。私は
幼い頃に母に、その時私はゼレフが復活し大魔法世界全てをやり直した。全部が全部あんた。そうかもしれない。決まってるなら。え、落ち込んでいようが沈んでいようが目的さえ。それじゃあ、俺たちが練習相手。セカンドオリジンにより得7つの星に裁かれるグランシャリオ。よし、上出来だ。セカンドオリジン使えるようになったみたいね。さすがフェアリーテイル、飲み込みが早いわ。うん、魔力上がったみたい。精霊界で無駄にした分取り返せたかも。新たな力を自在にコントロールできるようになった。また来るといい。大魔党演武前の腕試しね。次は本気だから覚悟して。自信持てたら会いに来るでいい。記憶が戻っ…ああ、それはつまりニルヴァーナの時。覚えてるよ。私はそうしてもらえたら嬉しいが、シモンの件もある。俺とは距離を置いてくれて構わない。お前がシモンの仇を討ちたいと望むなら、俺は命を捨てる覚悟もある。シモンがそんなことを望むと思うのか。闇ギルドを殲滅するためのギルドを立ち上げた。それがお前の罪滅ぼしであり、お前の覚悟だろ。よくわからないんだ。なんだと。確かに最初は、俺は何のために。俺はやはり
何をふぬけた。お前ほど強く強くなければ生きていてはいけない。お前は昔のジェル。そうかもな。貴様、お前の言葉は。そんなことはない、エルサ。もうジェラール、できない。いや、俺の方こそ。そうか。大事な人なのか。ああ。だったら、その人のためにも生きなければな。そうだな。ジェラール、どうして婚約者がいるなんて嘘ついたの？聞いてたのか。少しは自分に優しくしてもいいんじゃないの？それとも自分への罰のつもり？罰こそがクリムソルシエールの掟だろ。みんなで決めたじゃないか。光の道を進むも。にしても最低な婚約者。これでよかった。見て見て、エル。出来上がり。